今回は、3年ぐらい前から利用しているこのデザインカッツ .com。デザインカッツ .com。ここは、こういった形で、主に、2D のをデザインしている人が、売買のために、フォントとか、こういうキャラクターデザインとか、そういうのを投稿してるサイトがあるんですけれども、これを使ってて、で、リストがですね、実はこういう形で、私必ずこうやってフォルダに日付を入れるようにしてるんですけど、一番最初に利用したのがこの2019年12月28日。これクリックするとこういった形で、ちょっとフォルダに今色がついてますけれども、ちょっとどういう内容なのかを私自身が知りたいということで、この色で分けてるんですけれども、ここにあるのは基本この当時無料だったものをこう集めたものですね、ダウンロードしたもので、他にもこうバンドルっていうのはバンドルで売ってるもの、ほとんどバンドル品は29ドルで売ってますね。で、全部個別に、例えばこれクリックするとこれだけ種類があるんですけれども、これを個別に、購入すると、数百ドルから数千ドルするんですけれども、キャンペーン中は29ドルで、時々そういうセールというかやってますね。で、あとこのフリーっていうのは、毎週金曜日に、主にフォント中心ですけれども、1件だけ無料で、ダウンロードができるというサービスをこのデザインカッツがやってて、で、2019年、2020年からするともう2、3年経ってますけれども、ここに252件、252件といっても、ちょっといろいろフォルダを作ってるんで、約200件ほど、こういった感じで集めてるんですね。で、集めたのはいいんですけれども、じゃあどこに何があるっていうのは当然わかんないですよね。で、日付は書いてあっても、これバンドルとかフリーとかしか書いてないから、実際バンドルとかってこうクリックすると、中にこういういろんな項目というか、いろんなコンテンツが入ってるんで、じゃあそれは何なのかっていうことで、いちいち Windows、私 Windows 使ってるんですけども、それで検索しようにも、この言葉そのものがわからないから、こういうのをいちいち覚えてないっていう意味ですけれども、そこで何をやったかというとですね、当時からですね、ここにエンベイトマーケットっていうんですかね、ここ結構便利で、この Web Themes and Templates っていうのは主にワードプレスとか HTML 関係のテンプレートが数十ドルで販売してるんですね。で、コードっていうのはどっちかというとプログラム関係、PHP とか、あるいはプラグイン、ワードプレスのプラグインとか、もちろんウーコマースのプラグインとかもここで売ってます。あとビデオは、ビデオそのもの、オーディオは、音そのもので、グラフィックス系は、イラストとかそういうものですね。グラフィックス系はもう膨大な量がもうすでに売買されてます。で、フォトは写真で、 3D ファイルズは最近ブレンダーとかの 3D そのもののファイルも売ってるようですけど、2D で 3D のように見せてるっていう状態ですね。で、ここで紹介したいのは、私も当時から、安い時にいろいろ買い集めてですね、このモノリット、レスポンシブアーキテクチャーテンプレートっていうのが、18ドル、今買うと18ドルで、ここの特徴は、一度購入すると更新は無料なんですね。で、半年間だけサポートがあるんですけども、それを継続したければまた追加の料金を払う、あるいはもう必要ないなと思ったらもう払わなくていい、ただ更新は無料なんですね。
で、これって HTML だけのテンプレートで、要は購入して普通にインデックス .html をクリックすれば、こういった感じの、画面が出てきて、まあ、例えばイメージでマルチページっていうのをこうクリックすると、まあ、こういった感じで、縦にこうスクロールダウンすると、この01とか02とか動いたり、まあ、先ほどここの数字が変わったりとか、まあ、当時としてはちょっと面白いなということで、値段も安かったんで購入したんですけれども、まあ、こういうのをかき集めて、まあ、それも結構な数、数十とあるんですけれども、で、これを利用して、さっきの、ここですね、デザインカッツ、これを、まあ、せめてどこにどういう画像があるかっていうのを知りたいなということで、まあ、数年前に、あるコマンドを見つけて、で、それで先ほどのテンプレートを使ってサイトをこのパソコンの中に作りました。で、コマンドっていうのは、ここにありますように Python、 これですね、 Python の -mhttp.server、 これだけなんですね。これを、まあ、ちょっとパスが必要ですけれども、ここに、まあ、私の場合は F ドライブのグラフィック0マイナス倍の下に0マイナスデザインカッツっていうのがあって、先ほどのリストというかコンテンツがあって、で、このコマンド、この1行だけ入れると、ポートが8000になって HTTP なんたらかたらということで、サイトを立ち上げることができるんですね。で、この下に先ほどのモノリットというテンプレートを入れて、必要に応じて、HTML のソースを、切り替えるだけで、サイトがパソコンの中でできます。で、その状態がどれかというと、これですね。例えば、2019年12月28日のバンドルということで、まあ、これだけ項目があって、まあ、一番最初に29マイナスなんとらかたらっていうのを開くと、こういった形で、画像がこういう、これだけありますよっていうのが一覧として表示されます。ここにあるのは私が作成したもの、当時ですね、作成したものがここにこう表示されてますけれども、まあ、ここにオリジナルのコンテンツもわかると。で、次のこれを60っていうのをクリックすると、やはり、まあ、ここはちょっと私が当時作ったものですけど、まあ、こういった形で、この60なんとかっていうのは、これはフォント、あ、ブラシか。ブラシだったんで、ブラシはこうやって表示できませんので、代表とする画像をこうやって表示するだけ。で、3つ目は、これがフォントですね。これがフォントの状態ですけど、で、それ以外は、それを紹介するページにある他のフォントがこうやってあるがために、それを拾って表示してるだけです。で、まあ、他にも、例えばスプリングホリデーワニーだったら、こういうふうにキャラクター関係ですね。こんな感じで。で、こうやって見れば、一覧として、あ、そこにこういう画像があるなっていうのがわかると。ということで、便利だなということで作ったんですね、当時。で、作ったのはいいんですけど、じゃあ、これっていちいちこうクリックしないとわかんないんですね、結局のところ。ただ、一つのコマンドで、あたかもパソコンの中にあるものを画像のデータベースとしてみなして表示したというだけです。あ、ここに URL があるんですけど、ローカルホストの8000。それでスラッシュのなんとかなんとかというのを、この辺は全部、フォルダーというかパスの、状態ですね。で、ここに来て、これって実は当時は使ってたんですけれども、やはり面倒くさくなっちゃったんですね。というのは、これどんどんとこう、当然ながら毎週フリー
のものも入手できるし、バンドルも購入すればどんどんと追加になって、でこれは基本コマンド CMD ですね、 Windows でいう CMD を使って、これの、名前、フォルダーの名前、あるいは中の、構成ですね、ファイル名とかも含めて全部を定期的に取って反映していかないと、要は更新していかないと、新しいのはどんどんと、表示されなくなるというか、あるいは昔のものでも何かを使って、削除した時も、まあ、画像とか残した場合にそれも、残すというか記録として追加していかないと、このデータベースとして使えないっていう問題があったんですね。で結局使わなくなったんですけれども、ここに来て YouTube のチャンネルを立ち上げようということで、ちょっと勉強がてらっていうのもあるんですけれども、結果だけ先に見せるとこれですね。これクラフト CMS の4、今は最新版は4なんですけれども、私の場合はクラフトの2から経験があって、で当時はインターネットでもこういうスタイルで、サイトを作ってました。で結構複雑なことがこれできるということで、で当時はクラフト CMS はワードプレスの代わりになるんじゃないかということで、結構便利なんですね、クラフト CMS って。なぜかというと、まあ、先ほどちらっと見せましたけど、これがアドミンのページで、でプラグイン、ここの部分は自分の好きなものを入れていけばいいんですけれども、例えばフィールドとかセクションとか分かれてて、フィールド、こういうふうに自分で定義していくんですね、これって。でちょっとブレンダーとかも入ってますけれども、これは過去に作ったものをそのまんま、JSON っていうファイルで、古いものをエクスポートして、で新しいこの4でクラフトを読んでインポートした結果として、こうやっていろんなものが入ってるんですけれども、で必要に応じてこうやってギャラリーとかギャラリーカテゴリーとかっていうのを自分で作っていくんですね。例えばこのギャラリーであればカテゴリーとして定義する、ギャラリーカテゴリーはプレインテキストという感じで、こうやって、自分で定義していきます。ワードプレスでいうカスタム仕様みたいな感じですね。全部自分で定義をしていくんです、まずフィールドの中で。でクラフト CMS の特徴として、このマトリックスっていうのがすごく便利で、例えばフォームを作れるんですけれども、でそれを何回か繰り返す可能性があるという時にこのマトリックスで組むと、例えば今回の記事は2件だけ、あるいは次の記事書いた時は5件とかっていうふうに、マトリックスだとその繰り返しができるんですね。ワードプレスの場合はカスタムフィールドだったかな、定義すると、例えば2件あるいは5件とか、任意に、必要な時に、例えば5件まで作った場合には5件までは、記事投稿できるんですけれども、場合によって10件ある場合、その時にまたそのカスタム仕様を10件まで作んなきゃいけないっていう面倒くささがあるんですね。でもこのマトリックスっていうのは必要に応じて、例えば今日2件だから2件、要は、2回繰り返せばいいだけで、10件であれば10回繰り返せばいいだけっていう形で、このマトリックスっていうのはすごく便利なんですね。でもう一つ便利なのは、エントリーズっていうのはワードプレスでいうポストにあたります。いや普通に日時がつくポスト、投稿ですね、に値
投稿と同じ意味合いです。エントリーズって言います。で、あとカテゴリーズとかタグもあるんですけども、このカテゴリーっていうのがまた面白くて、投稿みたいに、日付は自動では記録されないんですけれども、カテゴリーにも投稿ができるんですね。で、今回のこのグラフィックスっていうものは、これは実はカテゴリーで作ってるんですね。で、これ今リストにこうなってまして、先ほどの、ここの、2019年12月28日、ここクリックすると、ここにいろんな種類がありますけれども、例えば2級のブランズ、トゥイングズ、ここにありますよね。で、その次が60はないですね。あ、60はちょっと画像がないから入れてないんですね。で、画像があるものとしてこのバッチ、こうバッチですね。で、次フレームっていう感じで、で、ここに2つ画像として、代表を入れてますけれども、要はこれがないとどこに何があるかって分かんないんで、で、これも今2件にしてますけど、これ5件でも10件でもこう横に並べることもできたんですけど、ちょっと表示するのに時間がかかるということで、まあ1件とか2件、最低でも1件は表示しなきゃいけないなと思ってこうやってしてるんですけど、で、ここはなぜ白いかというと、これ PNG ファイルで、あまり、なんというかな、PNG そのもので表示すると、わかんないんですね、表示してる内容は。で、これバックを黒にすればいいんですけれども、これ、それを自動的に認識してやるっていうのが、ちょっと今はまだ組み込んでないので、その組み込むときにさっき言ったフィールズで定義をすればできるんですけれども、ちょっと今やってないです。で、これは、そういう意味では、カテゴリーなんですけれども、こういうふうにリストが出て、で、当然日時はないです。任意に、まあ、サーバーの方では、クリエイトっていうことで制作の日時はつきますけれども、投稿した日付、あるいは更新した日付っていうのは、基本カテゴリーなんでつきません。ただ、こうやってリストができます。で、これをクリックすると、こういった形で、ここに画像が出てますよね。で、ここにその画像の種類で29個、これ番号もとかも、あるいはこのファイル名も自分でこう定義するんですけれども、こういった感じで、表示することができます。で、またこのギャラリーに戻って、例えばこの、ペインティッドペーパーっていうものをクリックすると、今度はこれ40個あって、まあこういった感じで40個こう表示されるという形で、で、クラフト CMS の4を使って、こういうものを先日、これ3日か4日で作ったんですけれども、要は前提としてクラフト2からの流れがあるんで、で、これってパッと見た目何かに似てると思いませんか？左がメニューで真ん中があって右に結果を出す。そう、これは先ほどの、テンプレート、先ほどちょっとちらっと出てきたんですけど、どれだったかな、これですね。Rapid Responsive Admin Dashboard Seam。 要はアドミン仕様のダッシュボードのテンプレート、 HTML だけのものですけど、で、これ今ダウンロードと書いてありますけれども、もうすでにこれって、その売ってる状態にはないです。もうこれかなり前に、作ったものを私が当時購入したもので、で、これすごく便利で、で、先ほどのこの体裁、つまりこれ E メールなんですね。
要はこうダッシュボードでホームと、ダッシュボードとか E メールとかギャラリーとかいろんな項目が本来あって、でここに E メールの、まあ、テンプレートなんで、例えば A さんから届いた、 B さんから届いたというタイトルがザーッとあって、でそれをクリックすると右に結果が出る。でそこからまた、リプライとか要は返信をしたりとかってできるテンプレートを利用しているのがこの状態ですね。で左にメニュー、真ん中に、まあ、必要に応じて、項目とかで、右に結果を見せるということで、さっき、アドミ、ダッシュボード、アドミン用のダッシュボードの E メール仕様をそのまんま利用してる、してます。で、クラフト CMS の4で、これをアレンジしてるという。で、クラフト CMS4 は、基本は HTML とか CSS あるいは JS とかがベースになってますけれども、あの4とか if 文が使えるんですね。でそれは TWIG っていうプログラミングで、いろんな操作ができます。でデータベースも当然あって、これは XAMPP というサーバーを立ち上げて、要はパソコン内に立ち上げて、PHPMyAdmin をデータベースにして起動してます。ということで、これはあくまでも私の、この、これですね、デザインカッツのこれまで集めたコンテンツの画像の中、それぞれのフォルダーの中の画像の内容がわからないから、それをいかに表示させるかということで最近作りました。でこれから先は、例えばここダイアリーズっていうのがありますけれども、まだテスト段階でこうやって2件しか入ってませんけれども、これも同じようにこうクリックすると右にこうやって結果が出るんですけれども、要はこれは日付がこうつきますので、オリジナルに対していつどういうふうな作図をしたかっていうのを表示するためにこれも作ってます。要はダイアリーズという名前で定義したんですけれども、普通にワードプレスでいうポストですね、投稿と同じ状態を、ここで作ろうとしています。要はそういうのもないと、そういう経過というか作図をしたリストというかがないと、私の場合には、まあ過去のことはどんどんと忘れていってしまうということもあるん でせめてパソコンにその残骸というか残ってるんで、それをデータベースにしてどんどんとこうやって追加していこうかなと。あくまでもこれは人に見せるものではなくて、私が、この画像を使ってどういう作図をしたのかっていうのを記録するためにこのサイトを作りました。ということで今回は、私のパソコンの中にXMPP というサーバーを使って、まあ、以前は Python のコマンドで作ってましたけど、まあ、今回クラフト CMS4 で、こういうのを作りましたと。で、もし興味がある人は、まあ、別にクラフトを使いなさいということではないんですけれども、パソコンの中にはサイトも作れますので、ぜひXMPP は無料です。無料で使えます。でテンプレートも本当に数十ドルで買えますので、ぜひ利用してパソコンの中をがぐちゃぐちゃであっても、まあ必要なものだけでもこうやって整理した形で表示できるようにやれば効率化になるんじゃないかなということで紹介しました。以上ですね。ご視聴ありがとうございました。